俺だけの戦力が揃ったんだ。勝機は10。兵器の数も戦力も十分。今は負ける可能性の方。行くぞ、決戦だ。当該殿、鳥海殿の件はお聞き及びですか。この時世に己が国の成立を宣言したのは天津さえ。ええ、放置しておけば事態は悪化する。以前より野心あふれる御仁では、還元を怠った自分、元同僚の責務として自分が止め。では私も止める。今はそうと聞いて見ぬふりはできません。お二人とも王者が出現し、世界は危機に陥った。しかし時を超えた者たちの尽力で人間は一致団結していた。皆が勢力を超えて手を、ところがそのような時流に従わぬ者が一人いた。鳥海は王者出現の混乱に乗じて洛陽を制圧、その地を都として己が国の成立を宣言したのである。天津さえ世界が危機に瀕し、皆が協力している時にあまりの愚行。元同僚として長く近くにいた者として、当該は鳥海を止めに。このような世界の危機に己が国を築かんとするとは、鳥海殿、なんという。この事態は早急に収めなければ。もし野心を持つ他の者まで続いたならば、人間同士の結びつきは崩壊してしまいます。そうなってしまっては幼者を倒すことなど不可能でしょう。ならば鳥海殿を止めましょう、我らの手で。戦もお料理もねね忍法にお任せだよ。安い潜入だった。これより敵防衛線の背後を、味方本体を援護する。人相な攻めだな。この程度で私の防衛線を破れるものか。一息に押し返し殲滅しろ。
この門は仕掛けで開く。どこかに装置があるはず。ここで無理に攻める必要はありません。防衛権を信じて戦線を維持するんです。お前らどこから。気合いだ、気合いだ。悔しいが、ここは引かねば。敵将、お仕置きしたよ。あの同胞は厄介ですね。放置しておいては被害が増すばかりです。うん、これで先に進めよう。この者が取っている。早急に打ち破れ。敵将消滅せ。この攻撃が止んだ。当該殿がやってくれたようですね。終着至極に存ずる。ありがとうございました。自分は任務を果たした。礼には及びません。引くことがそのまま負けではない。頑張るよ。おお、一段と冴えておいでですな。玉座に通じる扉は固く閉ざされています。
外から開けるのは困難だ。ならば内より開けてもらいましょう。三方より玉座の間を包囲します。そのまま圧力をかけ投降を促すのです。敵は集められてまだ日が浅いはず。紹介殿への忠誠心があるとは思えません。私は正面を担当しましょう。それがしは西へ向かいます。リクサブリ手本といたします。幼児の襲撃がいつあるとも知れない。本来の装飾はそのままなのです。自分もこれが紹介殿の心に飾り立て精一杯に矜持を。これ以上奴らを進ませるな。押し返せ。紹介殿の行いは間違っている。これを疑う余地はありますまい。ならば止めましょう。我らの力を合わせて。執着至極に存ずる。感謝のしようがございません。これが当該殿の槍の威力か。敵が迫っているのか。包囲は完了したようですね。コレス殿、聞こえますか。あなた方はすでに包囲されています。紹介殿についていても待つのは破滅のみ。我らに投降なさい。もはやこれまでか。行きましょう。巨食の王を止めるのです。紹介殿、多様な世界の危機になぜ。世界の危機など知らん。私はただ目の前に伸びる栄達の道を歩んでいるだけだ。混乱に乗じて己の勢力を拡大しようだって。あなたは何を考えているのです。そなたの振る舞いは間違っている。負け犬。私の邪魔をするなら処分するだけだ。私の邪魔をするな。負け犬だ。その部下、君が止めろ。当該殿、見事な援護でしたな。過分な言葉です。君は任務を果たした。私は選ばれた人間だ。お前たちなどに負けるはずがない。あなたこそ真の三国無双です。
私が負ける。敵将討滅せる。我が気迫妨ぐるものなし。なぜ私が強い信念を持ち貫かんとする姿勢は立派だ。だが時を誤っている。今人間同士が争っている場合ではありません。皆で協力せねば滅びに沈むのですよ。あなたが手にしようとしていたものも。どうやら機を見合いいだろう。この小式の力お、ま、これもみんなのおかげだね。残念でしたね。気を落とされぬよう。失敗することもあるさ。それがしなんかしょっちゅうだ。